シアターグリーンは東京都豊島区南池袋2丁目20番4号にある小劇場。ビッグツリーシアター、ボックスインボックスシアター、ベースシアターの3つの舞台からなる。隣接する専業時の社会事業として若手演劇人に実験活動、自作自演の前衛環境を提供することを目的に会場した。ビッグツリーシアター、ボックスインボックスシアター、 ベースシアターと三つの小劇場と稽古場及び、系列の株式会社、アリーエンターテイメントの事務所からなっている。周辺には、日蓮昌州城在寺など、寺社も多く南池袋公園もあり完成な一角である。おそらく現存する、都内最古の小劇場である。現在は、シアターグリーン学生芸術祭、グリーンフェスタの演劇祭を主催し、 池袋演劇祭などにも参加している。シアターグリーン学生芸術祭は2007年により、毎年下記に一番小さいベースシアターにて行われる。参加資格は学生であることのみであるが卒業後1年で、あれば参加可能となっている。この演劇祭のグランプリの特典としてその年度の3月に行われる、大阪学生演劇祭の参加権が与えられる。演劇を志す。 大学生の登竜門となりつつあり、この演劇祭出身の団体、演劇人も少なくない。前身の池袋アートシアターの頃より、演劇祭、シアターグリーンフェスティバルを50回以上にわたり開催。参加団体、作品の事前審査を一切行わず公募で募集、また一般公募で集められた審査員の観客目線による作品審査が、 特徴の演劇祭で多数の劇団、劇作家、演出家、役者を輩出して若手劇団の登竜門となった。2005年の劇場リニューアルに伴い開催規模を拡大し若手劇団に限らず様々な団体に門戸を広げ劇場創立40周年を記念して2008年より演劇祭グリーンフェスタとして開催している。受賞作品にはグリーンフェスタ賞 ビッグツリーシアター賞、ボックスインボックスシアター賞、ベースシアター賞の各賞が贈られる。シアターグリーン通り ABC、池袋のシアターグリーンで演劇祭、グリーンフェスタ24団体が参加。池袋経済新聞。 http://ik-e-b-u-k-u-r-o.keiz-a-i.biz ススララッッシシュュスラッシュヘッドラインスラッシュ1443スラッシュ2016年11月27日閲覧。ありがとうございます。